多分繋がってたら多分もっと印象悪かったですね。こっから減ってますよ。そうそうそう。そこで分かっちゃうじゃないですか。確かに。そう。だからあれが多分繋がってたらもっと印象悪かったです。なるほど。コンボでこんなに減ってんじゃねえよ。減ってんじゃないよっていうのがまだバレてないんで。確かに。単発でそう途切れちゃうから。ゲームによってはもう真っ赤っかすからね。真っ赤っかもし繋がってたらもう真っ赤っかですよ。7割ぐらい繋がってるから。そうさあ、ただ阿部さんね、結構やっぱユンスうまいんで、うん、さあ厳しい。ただ阿部さんうまいんですけど、翔さんも伊吹戦マジうまいです。うわー、遅らせ、動きたくなる。長い2ラウンド。ゲージ状況もユンいいですね。うまい、待つぞ。なるほど。いやー痛い。これは助かる。これ表しっかり戻った。これはかなりいい形でしのぎましたね。大番、うまい。バック手取ってきますね。さあ膝ライダー暴れ。うわー、打っている。ライダーしっかり消化して。タイバン、さあ気づいたら阿部さんが、うまい、確認している。よく暴れて大決決断はブロー。いや翔さんでも運が良かったですね。発動してなかったんで。そうですね、多分発動してたと思うんですけど、うん、これは空中くらいしない。ゲージがない。うわーマジか、ヘール。翔さんそろそろ使いたいか。いかない。確定で使うか。そうですね、さあここで使う。あ、ここで使ってきた。霞があるとなかなか。さあ高いですね。あれ結構難しいんですけどね、拳銃系。うん、かなり歩き、マックス歩かないと。はい、歩きすぎたら旋風とかになりそうですよね。歩きすぎたら繋がんないし、うん、あー惜しい、飛んできた、遠かった、我慢して。あっと痛い、これは痛い。一旦下がるいい勝負。さあ EX 咲いて、大行け、ちょっと追い返して、さあ逃げる、よく見てました。さあ強くなって帰ってきますと言わんばかりに。さあ強くなって帰ってくる。影をつけて帰ってきた。影をつけて